エリトリア独立戦争。エリトリア独立戦争は、1961年9月1日から1991年5月29日の間、エチオピア政府とエリトリアの分離主義者との間で起きた武力紛争。この紛争が勃発した後、独立戦争と並行して、エリトリア内戦、1972年から1974年、 1980年から1981年、1974年から1991年が起きている。紛争は、エリトリア人民解放戦線と協力関係にあった、エチオピア人民革命民主戦線によって、エチオピアの首都アディスアベバが陥落し、エリトリア州内のエチオピア軍が相当されるとで、イップルフが州内を、 勢力下に置いた1991年までの30年にわたって続けられた。1993年4月、エチオピア政府による国民投票で投票者のほとんどが独立に賛成した結果、エチオピアからの独立及びエリトリアの主権承認が同年5月28日に行われた。また、二つの主だった独立勢力、エリトリア外放戦線と、 エリトリア人民解放戦線とが独立戦争中に主導権威を行いエリトリア内戦を起こしている。エリトリアは1941年にイタリア領東アフリカからイギリス軍政に移り1950年に戦後の処遇を決めるための調査団が国際連合によって送られている。イギリス軍政機におけるエリトリア独立派勢力としては1946年結成の ムスリム連盟、ML、1947年結成の、エリトリア自由進歩党、イルプ、及びこれらが中心となって1949年に結成された独立連合が挙げられる。これに対抗して、正教会の聖職者や遊牧民の貴族階級を中心としたエチオピアへの統合派は統一党、が1 947年に結成され、エチオピア政府の支援を受けた。 国連の裁定により、1952年にエチオピア帝国とエリトリアは連邦制を敷くこととなった。連邦制施行後、エリトリア独立勢力はエチオピアとの統合を行わない連邦制の堅持を目標としたエリトリ民主戦線、EDF を結成したが、主要メンバーの逮捕や暗殺、その他の迫害を受けての亡命が相次ぎほどなく推備した。 また1955年の憲法において、アムハラ語のみが政府の公用語として定められるなど、アムハラ化政策の下で、エリトリア人の権利が制限されていくに従って、エリトリア・エチオピアは互いに反目するに至り、1958年には民族主義政党、エリトリア解放運動やエリトア解放戦線が結成され、1960年にはエルフの結成が、 カイロで公式に宣言された。1960年代は、エリトリア人の独立闘争においては、エリトリア解放戦線が指導的立場に立った。当初、独立運動に関わる集団は民族及び地理的条件によって分かれていた。エルフの当初の4つの地区別部隊はすべて定地地域のもので、イスラム教徒を中心にしていた。これらの部隊には、 イスラム教徒に支配されることを恐れて、キリスト教徒はごく少数しか参加していなかったが、エチオピアによる併合後、公民権が剥奪されるようになって、高知のキリスト教徒も LF に参加するようになった。これらのキリスト教徒は、上流階級かあるいは高等教育を受けたものが多かった。1961年9月1日、戦争はハミットイドリース慌て、 引きる部隊がエチオピア陸軍及び警察に発砲したことから始まった。エルフはゲリラ戦術を使用してエチオピア軍に対抗した。1962年にエチオピア皇帝ハイレセラシエ一世はエチオピアへの併合を拒否する決議を行ったエリトリア議会を軍隊で包囲した上で一方的に解散させエリトリアを併合した。エリトリアの首都 アスマラ近郊の核入に通信基地を結成し、エリトリア内戦が行われた。1974年になって、エルフトイプルフは和解し、エチオピア政府軍に対して、共同で作戦に当たることになった。1974年、ハイレセラシエはクーデターで定位を追われた。エリトリア出身で独立に対して、理解のあったアマガアンドムによる、臨時軍事行政評議会の政権の後に、 アマン中条を11月22日南京、翌日殺害し、テフェリバンテ国家元首による代行を挟んで12月12日には、社会主義宣言を行い、翌1975年2月11日には、大統領権、プマック議長権国家元首として、政権を取ったメンギスツ権は、デルグ政権と呼ばれる、マルクス主義独裁軍事政権だった。デルグとは、アムハラ語で、 委員会の意で、プマック全体を指す場合のほか、急進派の軍部調整委員会を指す場合もある。この革命の結果、エチオピア政府は、ソビエト連邦の影響下に置かれることになった。社会主義を採用することを宣言したエチオピア政府は、土地の国有化及び農業の集団化を推し進めたが、これはエリトリアで古くから行われてきた農地の分割相続と対立し、 帝政崩壊の後一旦昇降状態を保ったエリトリア情勢は再び不穏な状態になった。帝政崩壊後、1976年にイプルフと決裂したエルフから複数のグループが分派した。一部はアラブ諸国に近いエリトリア解放戦線人民解放軍を形成し、一部は中華人民共和国に近いイプルフに合流した。 1970年代後半には、イップルフは、エチオピア政府と戦う、エリトリア人武装集団の中で、指導的な地位を獲得するに至った。この時の指導者は、ラマダン・モハメット・ルール・イップルフ書記長で、副書記長は、イサイアス・アフェウェルキだった。1974年の革命の際に、エチオピア陸軍から多くの装備を露覚した。この間、停戦時代と同じようにデルグは、 自らの力だけでは民衆を抑えることができなかった。各地の守備隊への補給を確実に行うため、軍は民衆に恐怖を植え付ける戦術を行った。例として、エリトリア北部のバシクデラでは1970年11月17日に、全村民をモスクに軟禁した上でモスクを完全に破壊し、生存者を射殺した。こうした虐殺方法は主にエリトリアのイスラム教。 と居住地域、シェーブ、ヒルギゴ、エラベレド、オムハジェル島で行われた。大量殺害は、イスラム教と居住地域に限らず別の方法で、キリスト教と居住地域や他の地域でもやれた。1977年までに、イップルフは、同時にソマリア国境付近で侵攻し、エチオピアの軍事物資を摂取することで、エチオピア人をエリトリアから駆逐する計画が、 なされていた。しかしデルグはソ連からソ連製兵器の大規模な空輸によってソマリアからの侵入を撃退することに成功した。ソ連からの軍事援助物資を受け取った後、ソマリアオガデン方面の作戦に使用する労働力及び装備を転用して、エチオピア軍は主導権を取り返し独立勢力を都市から離れた奥地へ追いやることに成功した。この時期の主な軍事衝突として、 マッサワの戦いが挙げられる。1978年から1986年まで、デルグは独立派勢力に対して八回の大きな攻勢をかけたが、独立派のゲリラ組織を壊滅させるには至らなかった。1988年に、イップルフがエリトリア州におけるエチオピア陸軍の本拠地であるアファベトオアファベトの戦いで脱出すると、エチオピア陸軍の司令部は、 エリトリア北東部に撤退し、エリトリア西部の盆地から守備隊の引き上げを余儀なくされた。この後イップルフは、エリトリア第二の規模を持つケレン付近に根拠地を定めた。その間、イップルフ以外の独立勢力もエチオピア軍の占領地域を奪回していった。この紛争中、エチオピア軍は化学兵器を使用していた。また、ナパーム弾が 通常の爆弾と同様に使用された。1980年代末、ソ連は軍事援助を継続しないことをメンギ義室政権に通告した。ソ連による援助の停止でエチオピア軍の士気は急速に下がり、イップルフは他のエチオピア国内の反政府勢力と協力し戦線を前進させた。1990年にはエチオピア軍は海軍基地のある マッサワを失った第二次マッサワの戦い。1989年にティグレ人民解放戦線を中心に、オロモ人民民主機構、アムハラ民族民主運動、南エチオピア人民民主戦線が合流して、結成されたエチオピア人民革命民主戦線は1991年5月、エチオピアの首都アディスアベバを陥落させる二次戦況は決定的となった。イップルフは、 元来、TPLF と協力関係にあったため、イプドフと共同して、作戦を勧告した。ベルリンの壁崩壊に象徴された、冷戦終結以降、アメリカ合衆国は、メンギス政権が倒れた1991年5月までの間、ワシントンにおける和平会談を促進していた。1991年5月中旬、メンギスはエチオピア原種から退き、 ジンバブエに亡命した。エリトリアに残存するエチオピア軍を相当したため、イップルフはエリトリア州全域を支配下に置いた。米国は戦争終結のためロンドンでの和平会談の議長を務めた。これらの会談は、イップルフを含む4つの主要な武装集団の代表者が出席して行われた。イップルフは、エリトリア新暫定政府とエチオピア政府との会談に、 暫定政府とは別に、オブザーバーとして出席していた。その結果、エチオピアがエリトリア人の独立に関する国民投票を行う、権利について認する協定が結ばれた。エリトリアの独立に関して99%を超える、支持を受けた1993年4月の国民投票の結果は、国際連合エリトリア国民投票監視ミッションによって承認され、 1993年5月24日に国際的にも独立した。1993年5月28日、国際連合はエリトリアの加盟を正式に承認している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。